この場所はですね、結構有名な場所なんですよ。で、私よくここ通るんですけれども、いい感じに桜の花が咲いてますよ。この場所はですね、長崎が生んだあのスーパースター福山雅治さんが歌にした場所でもあります。桜の木の向こうに海が見えると思いますが、あれが大村湾です。今日はですね、あの向こう側の陸地、あそこにメダカを見に行こうかと思ってます。去年私が改良メダカに手を出しますということで、メダカを見に行ったあのお店ですね、皆さん覚えてますかね。あそこに今日も行ってみたいと思います。メダカシーズンに入りましたが、今年初めてメダカをお迎えしますという方もたくさんいらっしゃると思いますので、今回はメダカを初めてお迎えするための内容となってますので、よろしければ最後までご覧になってみてください。いつもカメチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、到着しました。こちらがですね、大村市にあります三浦観測市という農家さんや漁師さんの直売所になります。それではお店の中に入っていきますが、その前にこのチャンネルではメダカのビオトープをメインに毎週配信をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。こちらは前回アップロードしました体調不良の病名判明、私はメダカを続けます、そしてメダカの準備を急げですが、たくさんの方に見ていただきまして本当にありがとうございます。まだ見てないよって方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご覧になってみてください。はい、こちらがメダカコーナーですね。先日インスタグラムでですね、メダカを出荷しますということで見させていただいたんですけど、こちら出されているのが長崎琴メダカさんです。いつもお世話になってます。去年ですね、こちらで私購入何度かさせていただいたんですけど、その動画を見てメダカを買いに来たっていうお客さんもいらっしゃったみたいで、本当ありがとうございます。店長さんも喜んでましたよ。今回はですね、どんなメダカが並んでるのかっていう情報なしで来ましたので、かなりドキドキしてるんですけれども、では早速ですね、メダカの方を見ていきたいと思いますが、まずはですね、こちら黒百式ワンペアプラス1匹、わー安いな、3匹で1500円、安いな。ちょっとまず上身からいきましょうか。もうちょっと上に上がってきてくれたらですね、見えるんですけど、ちょっとすいません、映像ではちょっと見にくくなってるかもしれません。次が銀メタボタンワンペアプラス1匹で1500円。わー、なんか綺麗ですね。あ、この子なんか赤が結構強いですね。頭の方が赤い感じなんですかね。それで体はだんだん薄くなっていくような感じですか。で、こちらがサバチョウの光、サバチョウの光体型っていうことですかね。サバチョウはこの間インスタグラムで見たんですけど、やっぱりですね、上身が綺麗なんですよ。見えますかね、この上からの眺め、綺麗なんですよ。そしてこちらが宮桜ワンペアでこの値段ですね。わあ、これ横身が綺麗ですね。上から見てみると、わあ、上からがまたさらに綺麗ですね。いや、宮桜いいですね。もうなんかため息しか出ないですよ。そしてこちらが卑弥呼のワンペアプラス1匹、これも得かもしれませんね。横見はですね、ちょっとよく分かんなかったんですけど、上から見るとほら、ヒレがすごいヒラヒラしてますよ。ヒラヒラーって。そしてこちらがですね、これ確かつぼみって読むんですよね。ワンペアプラス1匹で1500円、こちらもお買い得ですね。では上見いってみましょうか。上から見ると、あー、こんな感じですね。多分これは成長していくと綺麗になっていくタイプですよね。一通り見ていきましたが、皆さんどんな感じでしたか。
気に入ったメダカはありましたでしょうか。そしてこちらですね、産卵床とか、あとメダカの餌、カルキ抜きとか PSB、 そういったものですね、もう販売されてますので、だいたいここに来ればですね、メダカの道具、まあメダカも含めてですね、一通り揃いますよって感じですね。まあ、タモもですね、このタモいいんですよね。ちょっと私まだ持ってないんですけど、欲しいなーってずーっと思ってます。私量販店で売ってるなんちゃって PSB は使ったことあるんですけど、なんかいまいちね、その効果を感じられなかったんで、そろそろこういったですね、本物の PSB って言いますか、こういうのを試してみたいなとも思ってます。この後ですね、メダカを一つだけ購入させてもらって、店長さんとですね、まあ世間話をしばらくして帰ってきました。本当に店長さんありがとうございました。はい、家に戻ってきました。こちらがですね、先ほど購入させていただいたメダカになるんですけれども、何を購入してきたかっていうのは後ほど発表したいと思います。ここからですね、初めてメダカを飼育しますっていう方向けに説明をしていきたいと思います。メダカを飼育する容器、まあいろんなですね、こういう水槽とかですね、こうちっちゃい容器とかですね、それからこれメダカボール、これでやる人はあんまりいないかな。スタッキングボックスね、これセリアさんですね。であとですね、こちら10リットルバケツ、これもセリアさん、もうなんかセリアさんばっかりですね。であとこういったタライとかですね、あるんですけれども、やっぱですね、最初やるっていう方にありがちな、こういうちっちゃい容器で始められる方が結構いると思いますが、これはやめた方がいいです。私でもですね、このちっちゃい容器でやろうかなっていう気にはなりません。なぜかというと、ハードルが格段に上がるんですよ。難しいんです。水量がないと、水質の管理とかですね、メンテナンスが結構大変なんです。こまめにですね、水替えとか、掃除とかしてやらないといけませんし、やっぱ水が汚れやすいんですよね。なので私今回はですね、このこっちではなくて、もちろんですね、そういった飼育とか自信ありますよ、私はちゃんとできますよって方だったら、ちっちゃい容器でやられても構いません。スタッキングボックスとかですね、私は張り子を育てるために使いますが、今回はこの水槽ですね、確かこれ M 水槽ってやつですかね、これを使って、やっていきたいと思います。まずはですね、お迎えしたメダカがあると思いますが、こういったですね、まあ大きいバケツとかに、入れてですね、今から水合わせってやつをやっていきます。考え方としてはですね、今から入れる容器に入ってる水と、購入してきたメダカが入ってる水、これをですね、水温とあと水質ですね、これをゆっくり時間をかけて合わせていく、それが水合わせです。水槽側にエアホースを入れて、もう一方ですね、口で吸い込んでやると、こういった感じでですね、水が出てきます。これでですね、まあ、点滴ぐらい、これもちょっと早いと思うんですけれども、もうちょっと絞った方がいいと思いますので、先っちょにですね、こういった分岐とかですね、まあ、これなければですね、先っぽの方を、一回結んでやるとですね、水の出具合を調整できます。そしてこのバケツの中にですね、お迎えしたメダカの容器ごと入れます。まあ中にですね、入れちゃってもいいんですけど、一応こんな感じですね、少しずつ水槽の水をですね、入れていくんですけれども、万が一メダカがこのバケツの中にですね飛び出したらいけないので、こうやってですね下に水を溜めておくと安全です。そしてですね、直射日光が当たるところではなるべくやめた方がいいです。まあ今はちょっと日光が当たるんで、すだれをかけてしばらく待ちます。はい、それでは後半です。ちょっと日差しが強くなってきたので、一旦ですね、水合わせ中止して室内の方に移動したいと思います。はい、こちらですね、
室内の方に移ってきました。こちら以前作ったですね、メダカ水槽ですね。このメダカ水槽の中の水も出来上がってますので、新しい水槽に少しですね、種水として、水をいただきます。これでですね、水の立ち上がりも格段に早くなると思います。室内でやる場合に最も重要なのがこれですね、エアレーションです。外でやる場合にはあまり考えなくていいんですけど、室内でやる場合はエアレーションは必須と考えてください。水合わせの間にですね、外のこの水槽、今生態は入ってないんですけれども、こちらをちょっと場所を移動したいと思います。今ちょっとこの手袋ですね、ゴム手袋、この継ぎ目のところから水が入りますよと言いたかったみたいです。で、ここですね、ここに場所を確保しましたので、この場所に置きたいと思います。まだこの容器にですね、入れるメダカっていうのは決まってないんですけれども、水作りは今日ですね、新しくメダカを購入してきて水作りの話をしてますが、水作りっていうのはもう早くですねやっておくと、それだけ水の安定性が上がりますので、なるべく早く水作りをしておくことをお勧めします。ご覧の水槽の中にはザルを入れてですね、その中に赤玉土を入れてるんですけれども、これはバクテリアを住み着きやすくして水をきれいにするためのものですね。今回はちょっとザルがなかったので、このですね姫水蓮、こちらを容器に入れてですね、バクテリアを沸かせたいと思います。これですね、これでゆっくり入れないと水がちょっと濁ったりとかしますので、ゆっくり沈めてください。それから先ほど室内水槽エアレーションは必須ですよっていうことを話しましたが、外ではエアレーションはいらないのか、まあ、基本的にはいりません。なんでかっていうとですね、風が吹いたりとかしてこの水面からですね空気を取り込むことができるんですよ。室内ではそれができないのでエアレーションをしてます。で、今ちょうどエアレーション中に水槽の中に入ってるじゃないですか。これはさっきいらないって言ったんですけど、これ中のですね水を早く立ち上げるために、バクテリアの活性化と水を攪拌することで水温を一定に保つということも、期待できますね。それではですね、今回お迎えしたメダカの紹介をしたいと思います。こちらです、宮桜。もうこの子ですね、完全に一目惚れでした。もうこの上身、もうこれ最高ですね。もうこれしかもう目に入らなかったです、正直。他のメダカももちろん綺麗だったんですけど、もうこの子がもうダントツでした。先ほどザルが足りないという話をしてましたが、セリアさんで購入してきました。でですね、これ見つけたんですけど、ですね、これザルとボールのセットなんですけれども、これで2つで100円ですね。このスリムタイプなんですけど、商品名がですね、ザルボールスリム、まあ、そのままですね。これですよ、さっき私が室内水槽を立ち上げてましたが、これ使えそうだなって思って買ってきました。後でお見せしますが、これ本当いいですよ。それからこちらですね、もうすぐ張り子が生まれると思うんで、ボールですね、張り子を救うためのボールです。で、この商品使う前はですね、必ず水洗いをした方がいいと思いますよ。いつもはですね、このザルの中に赤玉土を入れるんですけど、今回は室内水槽ということなんでリングロ剤を入れてみました。これもですね、赤玉土とやってることは同じです。バクテリアを住み着きやすくするためのものですね。そしてエアレーションの、エアストーン、この裏にですねちょっと仕込んでみようかと思います。これでですね、バクテリアの活性化が期待できるんじゃないかと思います。それでは水合わせも終わりましたので、今から宮桜さん入ってもらいます。どうぞ。わー、来ましたよ。1匹目が来ましたよ。そして2匹目。あー、よかった。これでですね、水合わせも終わって、あとはこの新しい部屋にですね慣れてもらえばと思います。
これ横見ですね。横見もかなりいい感じですね。それから注意してほしいことがもう一つあります。水槽の水位ですね。あまり上まで水をやるとですね、メダカって結構飛び跳ねます。なので水位はですね、あんまりギリギリまで入れるんじゃなくて、ちょっと下ですねっていうのと、あともし蓋があればですね、蓋はしておいた方がいいかと思います。あ、そういえばテトラさんからいただいたあれがあったな。こちらですね、水リサイクルブロック、これをこの水槽で使ってみましょうか。これ確か M 水槽で15リットルぐらいなんで2個、この箱にはですねちょうど2個入ってますので、この容器の中に2個投入したいと思います。これでですね、バクテリアがもちろん湧きやすくなると。もう確かこれ中に封入されてるっていう感じだったんでですね、これさえ入れておけばもう水の管理超楽ちんなんじゃないかなと期待してます。あとですね、この水槽を置いてる場所が今出窓なんですけれども、ここ直射日光がちょっと当たります。なのでレースのカーテンとか、これバック水槽の後ろにですねフィルムを貼ってます。こうやってですね、直射日光をなるべくですね避けるようにした方がいいかと思います。直射日光による急激な水温の変化、それからですね、苔が生えやすくなりますので、そのためになるべくですねちょっと光を遮るということが必要になります。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方は亀ボタンを押してみてくださいね。次回もよろしくお願いいたします。